はいどうもエクストリームです。さあ本日はですね、ポケカっていうことで、今後ねちょっと上げていきたい動画として今考えてるのが、売却の動画と、あとまあこういう開封動画で、まあ何買ったかっていうので、でちょっとね、まあお金稼ぎって言ったら言い方が悪いですけど、まあ例えば今度あの一撃マスターとか連撃マスターだっけっていう新しい、まああのパックが出ると思うんですけど、それに対して今現状これが相性がいいんじゃないかとか、このカードが使えるようになるから値段が上がってくるんじゃないかっていうのを予想して、でまあまだショップは値段が高くないんで、まあ、あれだけ買って高くなったところで売るっていう1ヶ月2ヶ月とかのスパンになるんですけど、そういったね動画もちょっと面白いかなと思って、そういう動画を撮っていこうと思います。で今回はそれの軍資金を、集めるためにまず売ってきました。こんなまた長いね、めっちゃ長いレシートです。でまあ売ったものは巨大なかまど、望遠スコープ、飛車剣とか、ここら辺。まあ、ノーマルがバーってあって、クイックボールや時計の森。で、色違いがちょっと、アリーの。まあ、あとは、買取最低保証っていうのやってるんで、まあ、ダブルレア売ったり、まあ、SR、ちょっとね、これ止めるの忘れちゃったです。ローズ。がね、なんか今回の予想で上がるんじゃないかっていうのがあるんですよ。で、ここでこのサイト、これをね、初め売りに出しとって1200円買い取りだったんですけど、今後これ上がるんじゃないかってことでキャンセルしました。で、あとは、まあ、SR を適当にバーって売って、ピカチュウ V は1枚1500円で2枚。で、ピカゼグの1がですね、が4000円。あと目立って高いのは、これかクラッシュハンマーね。あの A レギュレーションなんですけど、まあ、A レギュレーションが使える大会があるみたい でこれが買い取りにあったんで即座に売りました。まああとは、まあ、色違いやらは HR か HR もちょっとコレクションやめようかなと思って HR を結構売ってて、でまあ合計がこれですね、25,652円、109点でっていう風になりました。まあこれはちょっと自分のやつってこと でまずは、買ってきたカードをご紹介します。でこれ先ほど言った今度の一撃マスターとか連撃マスター、ちょっと名前間違ってたらごめんなさい、それに対しての値上がるんじゃないかっていう予想で買ったカードです。僕実際ポケカーね、今バトルはやってないんで、まあ、調べたんですけど、まあ、ちょっと効果もいまいち分かってないです。まあ、こっからね、プレイはしないけど効果を見て勉強していきたいと思います。まあ、これ多分自分のトラッシュから基本エネルギー2枚まで選び、自分のポケモン VMAX に1匹につけるっていう風だもんで、新しく出るエネルギーがつけれるのかな。あとはなんでこの2ボックスあるかっていうと、この伝説の鼓動ってやつで等エネルギーのなんか特殊なやつが出るんですよ。これがね今販売で350円とか、これも多分もうちょっと500円ぐらいまでもしかしたら行くかもしれないんで、まああとはアメイジングレアが俺ジラッチと今回のシャイニースター V の3種類しか持ってないんで、まあレックーズあたり欲しいなっていうことでボックス。あとは、これ皆さんご存知、ピカチュウの VMAX の HR。これが今現状17,000円ぐらいかな。買い取りでも10,000円ぐらいあるんで、まあそれを狙うためっていう、この2ボックスです。で、まあこれ、まあカード紹介で、ローズ、あるだけ、まあ、ミラーと、普通のやつですね。で、サイトね、さっき紹介した。これが3枚、4枚ね、ノーマル。もう50円だから上がるんじゃないかな。で、この祭りか。これね、B レギュラーでもう使えなくなるんですけど、まあデザインで、これ値段がつくんじゃないかってことで買いました。で、あとはジラーチ。
これもね、なんかあの予想で上がるって書いてあったんで、まあ、ちょっと安かったんで買いました。2枚で、SR と HR ですね。でモルペコ、まあ、これは単純に欲しかったんでクロも買いました。でこの黒帯もね、値段が上がるんじゃないかってことで買ったやつですね。でこのサイト、これね2枚目でローズ、ここアーマードミューツ、まあ、やっぱりね映画の限定カードって今ねどんどん上がってるんですよね。リザードンとかも、まあ、4000円ぐらいか、未開封でもうちょっとするかな。でまあこれ未開封品じゃないんですけど、まあ、これも今350円だからね、さすがに上がるんじゃないかって、かっこいいしっていうことであるだけ買ってきました。で最後ですね、これ高いですけどモクロ、まあ、メルカリとかで見るとどうだろうな、4000円ぐらいで取引されてたん でコダックが6000円ぐらいだったから、それはねメルカリと比べると高かったんで、まあモクロはメルカリより安かったっていう点で買いました。まあそんな感じですね。なんで、長いスパンで見てここら辺、まあ、早く分かるのはローズ、サイトウとかジラーチ、黒帯ですねが、どう値段が推移していくか、まあ、あとはこういうマツリカとか、このアーマードミューツで、まあ、このムンクのモクロ、ここが長いスパンで、まあ、1ヶ月じゃ無理かな、半年とか後に、まあ、どんだけ上がってるかっていう動画が撮れればなと思います。じゃあそれでは続きまして、このボックス開封していきます。まずはピカチュウの HR 狙いからいこうかな。でね、これ発売された時に6パック買うと1枚プロモカードのもらえるんですけど、それでピカチュウの VMAX の封入率が低いんですけど、僕ワンボックス買って5個もらって、1,2,3,4 と全部被らずに出て、お、やっと最後ピカチュウの VMAX だけだって思ったら見事に被ったんですね。で今がだいたい1万円ぐらいで取引されてるかな。じゃあ見ていきましょう。もう適当に見ていきます。ギルガルドで、これね斎藤も出るんだね。よし、避けとこう。ちょっとこのレアリティの違うやつは分けときます。リザードン、かっこいいねリザードン。あとはこんな感じ。まあ今やもうポケカも本当に株となってるですからね。はいはいはい、マルマイン、イーブンもかわいいな、ルリア、なんか見えるな、これはファイアロー V。 どうせならね斎藤がたくさん出てほしいところですね。ここはまあさすがに今50円だから、どうだろう、100円、150円、昔の、まあ、シロナみたいなことは起きないと思うけど、シロナ、グズナ、まあ、うまくいけば500円とかなるのかな。でも今パックが結構大量に出てるからね、そう値上がらないと思うんですよね。はい、次もうなんか出てる、ギルガルド VMAX、 コーティングエネルギー、フーディン V、これは、うわ、ファイアロー V の SR ね。まあこれで SR 枠は出ちゃったな。まあでも HR は別に SR 出たからって絶対出ないっていうわけじゃないんで、ワンチャンまだあります。まああと UR 枠が何かわかんないけど、 UR も出るかもしれない。チラッと見ましょうか。 HR はないですね。あ、カビゴンね、これ値段つくですね。確か300円ぐらいで売れるはずです。ヒヒダルマ V、 あ、これも売れるわ。お、ギルバルド V 2枚目。おっと、カメラがずれた。はい、続きまして、なさそうだね、ただのレアっぽいね。
きよ。あいつ見たことないな。ジュラルまあこれやっぱね、パック開封するにあたって、まあ、動画を撮ってるときなんか特になんですけど、初めの数パックで出ちゃうと、もう後から何の楽しみを開けようかっていうね。さあ最後、おっとこれなんだ、ん VMAX か、 VMAX っぽいな。はい、となんだ、ヤギダルマの VMAX と、まあ、HR は残念ながら出ませんでしたと。ピカチュウの HR 先が長いな。まあこんな感じですね、完全に外れと言っていいでしょう。まあちゃちゃっと次行きましょう。そう、1個しか開けてないから、わ、かわいいなこれ、食べれそう。ワンコゼルネス、キラってこのキラなのかな、もしかしてそうっぽいな。これはまあやっぱりちょっと落ちるですね、そのシャイニースター V とかよりは。シャイニースター V とかは SR が、 SR じゃない、間違えた、あでも SR も出るか、確定ですかね、ボックスで。はい次、なんかの V が見える、まあ、ホイップどんどん重ねちゃいます。おあなんかレンチャンで出た。そういやこれ1回目開けた時もこんな感じだったな。で、ハバネーブ V、 スーパーボール、ゼクロ、アメージングレア出ねえかな、マリン。アメージングレアは確定じゃないのかな、これワンボックスで。はい次、またまたつぼつぼスタート、ゼラオラ、ゼラオラもかっこいいよな。レモンキャッチャー、おお SR 出ちゃったね、オニオンの SR、 まあいっか、持ってなかったんでね、これはまあありがたいです。そういやオニオンって確か男の子だったんでしたっけ、ちょっとはっきり覚えがないけど、女の子かなと思って切ったら確か男の子だった気がします。さあ、ふおふおふお、マジか、びっくりした。ザマゼンタのアメージング来ましたね。できればね、もう一個の方のザシアンが欲しかったけど、っていうかレックーザが欲しかった。まあいいや、出たからよしとしましょう。これはどうなんだろう、当たりボックスになるのかな。いやマジでね、毎回その発売当初買った時に出なかった気がするんですよね、アメージングレアが。だから SR が出て、まあ、SR はまあ確実に出るとして、アメージングも出たってことは当たりなのかな。でもアメージングの中ではこのザマゼンタが一番外れかな。まあちょっとそこら辺わからないですけど、まあもしわかる方いたらコメントか何かで教えてください。これが当たりボックスかどうかってね。さあこれはトゲキス。あ、またこのペアが出ましたね。ほい。あ、これこれこれ。ストーン等エネルギー。てか忘れてた、これの存在、これがいっぱい欲しかったんだけどな。1枚しか出なかった。電流 V かっこいいな、電流全然そうじゃん、完全に忘れてたよ。ストーン等エネルギーもっと欲しかった。まあしゃあないっすね、こればっかりは。って感じで開封はおしまいですね。まあ初め言ったように、今後ね、まあ、メインはここっすよ。こいつらの値段がどう変化するか、また動画をねいつか撮りますんで、お楽しみにしといてください。
それではご視聴ありがとうございました。